インターン生の竹内です。突然ですが、家にいながら友達と遊べるゲームをお探しではないでしょうか。私が2つ目に紹介するマルチゲームはパラディンズです。パラディンズは基本プレイ無料のモバ型 FPS ゲームです。私はこのゲームを PC で始めましたが、クロスプレイに対応しているためハードウェアに縛りがなく、友達と遊ぶことができるという利点があります。ハードウェアに縛りがあると、多くの友達で遊ぶとき、みんなが同じハードウェアを持っていないという可能性があります。実際私たちも共通のハードウェアを持っていませんでした。なのでクロスプレイはマルチプレイをする上でかなり助かっております。このゲームには課金機能がありますが、ゲームバランスに影響がないため無課金でやっていてもストレスなく遊ぶことができます。また FPS がそんなに上手くなくても当たり判定が緩いので始めやすいと思います。まずこのゲームのキャラであるチャンピオンについて説明します。このチャンピオンたちは武器による射撃と多彩なスキルを持っています。この多彩なスキルで仲間の支援をしたり、敵を倒したり回避するために使用します。このスキルによる攻防なるアクションで試合展開を加速させます。またチャンピオンには必殺技のようなスキルを持っています。これをアルティメットと呼びます。このアルティメットで戦況が逆転することもあるので、友達同士でアルティメットを合わせることで逆転することもできます。そしてチャンピオンには4つの分野に分けることができます。1つ目はダメージ。名前の通りダメージを出していくチャンピオンです。2つ目はサポート。敵への異常状態や味方の回復などを支援するチャンピオンです。3つ目はフロントライン。高い体力やシールドをつけるスキルを持ち、味方を守るチャンピオンです。4つ目はフランク。高い機動力を持ち、フロントラインの後ろにいるダメージやサポートを倒すチャンピオンです。私は性格上仲間の支援をするのが好きだったので、サポートをやっていました。次に、このゲームにはカスタム性があります。それは各ごとにロードアウトがあり、コスト内でチャンピオンのスキルを強化することができます。なので自分に合った形のチャンピオンに変えることができるのです。また試合開始時に3種類の中から1種類選択するタレントと呼ばれる強力な能力もあります。これは試合の相手やゲームルールを見てから選択することができるので、相手との読み合いが面白い点の一つです。最後に、このゲームにはルールが複数あります。真ん中のエリアで攻める側、守る側を決め、移動するオブジェクトを相手陣地に入れることでポイントを稼ぐ指示、敵チャンピオンをキルすることでポイントを稼ぐチームデスマッチ、敵のキルやエリアに入ることでポイントを稼ぐオンスロート。オンスロートのルールにはと似ているのですが、1分半おきにエリアが変わる王の中の王、そして指示のルールで2位の2体のチャンピオンの使用を禁止して、お互いに同じチャンピオンを選ぶことができないランクマッチがあります。このような様々なルールによって飽きずに私たちはゲームをプレイすることができています。これが私の面白いと思った2つ目のマルチ対応ゲームです。いかがだったでしょうか。私の主観なので実際にプレイして体験してみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。